キューバはそもそもキューバの特産物の農園だよ、農園。何ができたでしょう。キューバ？キューバ、暑いとこ、暑いとこ。なんかもうキュウリとかキュウイとかなんかそのキュウがつくのしか思わない。急に引っ張られすぎだよ、ね。急に引っ張られすぎだけど。マンゴーとか。沖縄の特産物と一緒。トロピカル？トロピカル。トロピカルフルーツ。トロピカルなもの。トロピカルなもの？うん。ドラゴンフルーツ？ドラゴンフルーツすごいとこ行ったね。よろしくお願いします。お願いします。はい、黒田和義です。ひかりちゃんです。ひかりです。お願いします。はい、音大卒業生。卒業生。卒業生。はい。いいですね。どんな仕事するんですか、今後。まあもう音楽とは全然関係なく、一回ちょっと社会に出てみようと思って。ね、あれなんかそのでももうずっと音楽してたでしょ、ちっちゃい時から。そうですそうです、ママが先生なのでピアノの、うん、ずっと音楽やって、高校も音高で、そのまま大学音大で、フルートです。歌もやってたの？歌もやってました。ピアノも弾けるでしょ？ピアノもやってます。すごい。もう、花嫁修行パーフェクトじゃん。そうなんですよ。茶道もします。茶道もします。茶道。茶道も、料理は？料理はちょっと欠けてるんですけど、食べる方が好き、料理は。あ、そうね。そう。まあジャズについて僕もやってるんですけど、ジャズってひかりちゃん大学の時やってた？ジャズ全然やってない。全然やらんかったっけ？うちやってない、やってないです。一応ジャズボーカル取ってたんですけど。取ってたね、ジャズボーカル。なんか俺伴奏したね、なんか。そうですよ、伴奏していただきました。そうだね。けど、まあ、ジャズってどんなのって全然知らないです。あ、ジャズって全然知らない。はい、うん、じゃあひかりちゃん、なんかそのジャズでなんかわからないところをちょっとずつやっていこうかということで、今日は何でしょう？今日はブルースですか？ブルース、はい。ブルースって聞いたことあるんだっけ？聞いたことはあります。あ、そっかそっか。そもそもブルースって何かあんまよくわかんない。あ、もう全然わかんないです。あ、ブルースってなんかこうブルースの説明を後輩が、先輩ブルースって何ですかって言うからなんて答えんの？ブルース・リーとかブルーマーズとか、ほんとブルース・リーしか出てこない。ほんとにブルース・リーは名前だからね。戦いたいですよね。青い人分かんない。最高最高それ、すごいな、すごい、ずっと思ってた。ずっと思っちゃう。ブルース・リーって、ブルース・リーじゃないわ、何でしたっけ。ブルース？ブルースはブルースっていうのはそもそもその概念がよくわかんない。あ、もうなんかジャズの中のカテゴリーとかですか、ブルースって？そう、まあカテゴリーみたいなもんなんだけど、ブルースやろうかって言ったらすぐ始まる、ワンツースリーフォーって曲ができるって感じ。あ、そうなんだ。ブルースリーとか言ってる場合じゃない。言ってる場合じゃない。そうそうそう。まあそもそもじゃあブルースのこの、まあ、ちょっと歴史から、こんなん覚えてますか？1800年代三角貿易って覚えてますか？なんか教科書載ってましたね。そう、載ってた。あ、載ってたの、ちゃんと覚えてる。載ってた、多分。そう。まあ、もともとはインド航路をね、探すためにこっちに行ったわけですよ。はいはい、そしたらアメリカにぶち当たったわけね、コロンブスは。で、こっちはだから、コロンブスはここはアメリカ大陸だと、っていうか、と知らずにインドだと思ってたわけ。だからここの原住民のことインディアンって言うでしょ。はいはいはい、聞いたことある。はい、でそのこっち側でもどうやらここはインドじゃないらしいって気づくわけよ。はいはいはい、はい、こっち東インド会社って言って、こっち西インドって言われるわけ。ああ、なんか思い出すの。そうそうそう、とんでもない話だよね。インドちゃうちゅうねみたいな、こっち西インドって言われるみたいな。全く違うもんなんだけど。まあ1800年代ぐらいからプランテーションって覚えてますか？覚えてないです。覚えてないです。聞いたこともない。
聞いたこともない。ないぐらいね。あないぐらい。あ、いいですね。はい。プラントだから植物大農場経営なんですよ。はい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 、はい、だからたくさんこう労働力がいったわけ。はい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 。でも働く人。そうそう、奴隷っていうのももうないから、じゃあどうするかって、こうアフリカに行くと、ここ黒い人間らしい動物がいるということでですね、黒人をたくさん捕らえてですね、こっちに連れていくわけですよ。はいはいはい、はい、でこう戻ると、でここ戻ると、ほんでここで黒人を、まあ要は黒人を買うのね。はいはいはい、はい、黒人をたくさん集めてるところがあるから、その、はい、鉄砲とかガラス製品とかを持ってって、はい、それを売ったお金で黒人さんをたくさん買うわけですよ。はいはい、これここ持ってって現ここでプランテーションがあるから、はいはい、植物をこう栽培してで持って帰るわけですよ。はいはいはい、でこれを3回やったら、まあ、一生遊んで暮らすお金が手に入ったとか。だからその時にだからこう初めてこう船じゃん。うんうん、で保険とか、なんか海上火災なんたら感情、三井海上火災とか言わん、東京海上火災とかさ、なんで海上なの、海にないのにさ、確かに保険会社、そう俺も昔そう思ってて、この辺海あんのかなと思ったことがあるぐらいでも関係なくて、要はもともと船にかけるものなんだ。あ、保険をですか。保険だから船が沈んだ時にこう保険をかけとけば、でこの時初めて株式会社ってみんなでお金募ってこの貿易しようよみたいな。へえ。でそしたら儲かるからって言って、でもその大失敗した時のために保険かけようよみたいなのができるような、そういうまあ大きなあのムーブメントになるようなこう貿易だったわけなんですが。へえ。でまあこう3つの都市、こうブラジル、大きく分けてブラジル、カリブ海諸国、アメリカ北部のこのミシシッピ川河口あたり、はいはいはい、この3つの都市に黒人は流れていくんですね。でその現地の音楽と黒人が結びついた、黒人の音楽が結びついたのがこういろいろ、そのキューバ、ブラジル、ニューオリンズでできた黒人音楽っていうと何でしょう。キューバはそもそもキューバの特産物の農園だよ。農園何ができたでしょう。キューバ？キューバ、暑いとこ。なんかもうキュウリとかキュウイとかなんかそのキュウがつくのしか。急に引っ張られすぎだけど。急に引っ張られすぎだけど。マンゴーとか。沖縄の特産物と一緒。トロピカル。トロピカルフルーツ。トロピカルなもの。トロピカルなもの？うん。ドラゴンフルーツ？ドラゴンフルーツすごいとこ行ったねんな。いやいいですな、なかなか。まあサトウキビですね。サトウキビ？トロピカルかな。トロピカルがないか。そうかそうか。砂みたいなやつですよね。そうサトウキビね。トロピカルがある気がするけど、そんなことないか。じゃあまあでサトウキビができて、サトウキビってラム酒ができるわけよ。へー。ラム酒ってだからこうヨーロッパのお菓子でラム酒使うやつ多いじゃん。うん、多い。あれだからこのキューバからこうやっぱ仕入れてたわけよ。へえ。でここでラッテンとかサルサとか、キューバとかはあのカリブ海諸国がいっぱいあってレゲエとかもする。ああ。ラテンって言われる音楽は大体ここでできる。じゃあブラジル行ってみよう、ブラジル。そう、ブラジルといえばサッカー。そうサッカー。それはぐらい出てくるかなと思ってよかった、うん、日本の反対側。そうだ、ま、全く。そうなんか黄色いイメージ、黄色のイメージ、黄色と緑だね、でもね、うん、カラー、うん、そうブラジルといえばだけど、大きな人が多い。ね、でもサッカーだよな、やっぱり。日本の裏っていうのいいね、それね。日本の裏。ブラジルはね、農産物。農産物。うん。ブラジル、ヒント。ヒント。朝飲むもの。ヨーグルト。あ、牛乳。ヨーグルト。いいね。いや。オレンジ。朝飲むものだよ。リンゴ？
え、パンと一緒に、パンと一緒に飲むやつ。牛乳。牛乳きたな、やっぱり。乳製品好きだね。パンと一緒に飲むもの。パンと一緒、パン食べながら、なんか朝は。あ、コーヒーだ。コーヒー豆。コーヒー豆。コーヒー豆。そうですよ。なので、コーヒー豆で、まあ、サンバとかボサノバができていくわけです。あー、で、ニューオーリンズ、まあ、ニューオーリンズっていうか、まあ、アメリカ南部。ニューオーリンズと言わずのアメリカ南部は何が？野球？アメリカは野球だね、確かに。サッカー。で、キューバはバレーボールだね。あ、そうなんだ。バレーボールなんだ。バレーボール強かった気がするけど。え、ボルトはどこですか？ボルト？ボルトってキューバじゃなかったでした？ウサイモン。走る。あ、ボルトキューバだっけ？なんか、あ、俺、ブラジルか。ブラジルか。ブラジルか。うん。男性いっちゃう。そう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 、よく知ってるね。じゃあ、スポーツ結構あれだね。じゃあニューオーリンズの農産物、まあこれはちょっと難しいかな。あのサマータイムとか歌わなかった？サマータイム、サマータイム、歌わなかったな。 歌わなかった。あの、はい、ジャズボーカル習ってる時歌ってない。あ、意外と結構みんな最初歌う曲だったりする。フィッシャージャンピン and the cotton is high っていうことで、漁業と綿花、あ、綿花プランテーションのために連れてこられるんですが、ここでブルースとかジャズができていきます。じゃあそもそもブルースって何やっていう話なんですがね、はい、ブルースって、まあ、その精神的な意味でのブルースと音楽フォーム、音楽のジャンルのとしてのブルースとブルージーなフレーズっていう意味のブルースっていうのがちょっとあって、精神的な意味ではブルースって、まあブルー入るっていうじゃん。はい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 。どういう感じ？ブルー入る。なんかナーバス、ナーバス、ナーバス、落ち込んでる。そうそう、落ち込んでる感じ。だからそのまあ奴隷として連れてこられてるから、なんかそのまあ人生すごくこうブルーだっていうか、そういう形で歌い出したものがまあブルースになるんだけど、だからそのこう柳瀬ブルースって知らないと思うけど、あのそういうこう曲があって、それは要は俺の人生ブルースだぜみたいな、要はこうもういろいろこう男のロマンっていうか、いろんなことがあってこう虐げられて、でもこうなんかこう大人の男のこうかっこよさみたいなイメージがなんとかこれはするんだけど、ブルース、精神的な意味でのブルース。そう、柳瀬ブルースは後で説明する音楽フォームのブルース全く違うんで、なのでブルースでも何でもないんだけど、その柳瀬の、うん、まあ、男の生き様みたいな意味でのブルースっていう使ってるって感じ。かっこいい。そう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 、ブルージーなフレーズってやつなんだけど、これがこのペンタトニックスケールって聞いたことある？ないです。ないか。あ、そう、スッと言ってくれるから。あのこうこの赤がこのこれどうだとすると、これメジャースケールってわかるでしょ？はい、それはわかります。こう発見をしたからこうやっていくと、でその時にメジャーの曲なのにこの青い音を使うんですよ。そうするとこれもマイナーの音じゃん、はい、だけど、はい、メジャーのハーモニーの上でこういう音使うんですよ。なんかおしゃれね、こういう音使うみたい。あとこの声とか、まあ、ゲゲの鬼太郎じゃん。確かに。おどろおどろしい。例えば、これブルーノートだよな。うん、スモークオンザウォーターだけど、かっこいいと。これを要は、うん、だってクラシックで3度の音でこうマイナー3度、この音なんか絶対使っちゃダメじゃん。絶対ない。神さんの音楽だからさ。だけどこうまあ要はこうこういう感じの音遣いです。あとこういうこういうはね、秘密のアッコちゃんって曲知らん？アッコちゃん、アッコちゃん知ってる。うん、あれ
ドラソドラソドラソ、これブルーノートじゃん。で、あ、これってあの秘密のアクちゃんってブルースなのね、コード進行が。コード進行っていうのは1度から1度から、これはまああのドミソで、2段目がパラで、よく聞いたことないこういうサウンド。あ、要はなんかもともとはこれなんか適当に歌っててブルージーな音でこう4度から1、まあ、1から1いったり4から1いったり5から自由に歌ってたんだけど、これをなんかまあみんなでやるんだったらもうこれ1回ずつやろうということで、これを音楽フォームとして決まってて、今のこうハーモニーが鳴るやつをブルースというのね。へえ。だからもうだから秘密のアコちゃんって、だからダララ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 ラモーニング娘。でもうもうでも世代じゃないのかも。保育園の時とかですよ。そうだよな。森高千里が作った曲だけど、あれもブルース。あとはそのまあプレスリーとかが歌ってた曲とか、あと、ビートルズの初期の頃も曲が全部ブルース進行になってるのね。こういう音使いが、このこういうこの青の音を使った音がちょっと暗い感じがするじゃん。ね、こういうのってジャズのメロディでよく出てくるんだけど、こういうのブルージーな音遣い、こういうのをブルージーな音遣いという。だからブルージーなフレーズっていうのはこういう音を使うとブルージーに聞こえるよねみたいな。まあこの音をおしゃいいってもんではないんだけど、まあ、こういう音をこう使うとちょっとこの要はフラッとした感じのちょっと暗い感じ、要は暗い雰囲気をこうブルースな雰囲気を出すためのフレーズで、そのこのそれをこのブルースのフォームでやると、まあこういうジャズってこういうなんかブルースやろうかっていうと、最初のここのスタートが決まれば1度だから、これがキーが C だったらこっから始まるし、キーが F だったらこっから始まる。ここはわかる。わかりますね。キーが最初のスタートのとかどうから始まるか、ファから始まるかみたいな、まあ、カラオケの天井ボタンと一緒じゃんみたいな、だからスタートの音だけ決まったら、よしブルースやろうぜって言ったら、スタート F ねって決めたら、スタートファねって決めたら、ファから始めたこのファが1度だったとすると、 C のフラットが4度になって、でドが5になると、はい、でやると平行移動して曲ができるじゃん。それの繰り返しなんですか？そう、ずっとこれの繰り返しなの。すごい。ずっとそれだけで音楽をやっていく。で、最初1回目メロディーがあって、まあブルースの場合2回ぐらいやるんだけど、2回メロディー。で、ジャズの場合はこの1の中にこうここに1回4入れたりとか、ちょっといろいろこの大枠からちょっと細かいところいろいろ分けるんだけど、こういう曲を演奏していくのをブルース。じゃあブルースやろうかって言うと、まあメロディー吹く人がブルースの何でもいいんだけど、そのキーのメロディーを適当に吹いて、はいはい、さあとずっとアドリブでやっていって、で最後にメロディーに戻ったら完成みたいな。かっこよという感じでやるんですけど、なんかどうですか、なんかジャズって今までのイメージとちょっと違う？なんかもう本当に全部がアドリブみたいなイメージあったんですよ。ああ、まあ一応でもだから最初の12小節だけ、まあ、うん、まあ2回やると24小節だけがメロディーで、あとアドリブなんだけど、うんうんうん、ちゃんとコードの方も追うのね。うんうん、ちゃんとなんか形式があるんだなってそう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 認識に変わりました。うん、あ、そう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 、みんな結構ねそういうところへんがねそういうふうに思うんですよ、うん、でまあ僕らがちょっと演奏した定番のビリーズバウンスって曲が、これがまあブルースなのでちょっと聞いてみたいと思う、うん、じゃあこれはね、このキーが F のブルースなんだけど、だからこっから始まるんだけど、このファから、で
ね、そういう風になってるでしょ。はい、ちょっと見直した。え、10割。10割え10% 見直しました。ああ、すごい。10割ってあんだ、10割 100% だから。そっか、確かに。1割って言ってるね、そういうのは。1割1割増しぐらいってことね。1割増しぐらい。いや、すごい。そっか、じゃあ今俺11点ぐらいなの。もともと10点だったら11点じゃん。確かに。じゃあこれを重ねていくと100点に近づいていくかなと思って。はい、意外でした。意外でした。意外でした。うん、でも、まあ、ひかりちゃんはでもジャズさん聞いたことないから、今の知識なんか初めてな。初めてです。はい、こういったものがまだまだこれ導入なんで、やばい。ややこしい曲はいっぱいあるんで、まあいろいろ解説をしていきたいなと思ってるんですけど、はい。そうですね、はい、いいですね、いい感じで、あの10割増しとか言ってもらって、10割増しもすごいなと思った。10%。それはあの音楽関係ねえから。音楽の問題だからさ。いや、音楽関係ないところの知識がなさすぎてやばい。いや、いい、それがそれぐらいがひかりちゃんファンいっぱいできるんじゃないかなと思って。まあこんな感じでちょっとずつやっていきたいと思います。はい、またじゃあちょっと忙しいかもしれないですけど、あのよろしくお願いします。今後分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。